前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は令和版営農会議指導をお送りします。前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は令和版営農会議指導をテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今回は農業のお話なんですよね。そうなんですね。実はね、新しくね、農業を始めた方に先日9月にですね、開催いたしました碧地区の地域懇談会でお目にかかったんですよね。どんなことをお話しされたんですか？はい、地域懇談会終わってからね、いろいろとお話を伺うことができたんですけどね、まあ、その方はですね、就農、新規就農者です。就農するにあたって準備段階から極め細かな、ね、サポートを、ね、受けたと。で、まあ、そのおかげでスムーズに、ね、稲作を開始することができたと、こんなふうにおっしゃってたんですね。農業関係者にとても感謝してるというんですよ。で、自分の育てた米がね、実はその地域の敬老会の記念品になったんですね。それを心を込めてね、一つ一つ包装をしたと、そんなことを語っておられる。その姿からはね、作物への愛情と、それから農業にかける熱い思いがね、伝わってきました。そんな方がいらっしゃるんですね。きめ細かなサポートとはどんなものだったんですか？はい、彼はですね、新たな農業の担い手になろうと、こういう決意をしてね、壁に戻るとこういうことを決めたわけですが、その際に、当然農地とか、それから農業用の倉庫とか、こういうものが必要ですよね。それを確保する際に、賃借契約借りるわけなんですけども、この契約書類の作成などですね、一連の手続きを支援して、そして、水を引いてこなきゃいけないので、水利に関するアドバイスをすると、こうしたことなどですね、地域との橋渡し役を担ったのが、実は地元の農地利用最適化推進委員さんだったんですね。農地利用最適化推進委員とはどんな方々なんですか？はい、この委員さんの制度はですね、農業委員会法の大改正によりまして、平成28年にできたんですね。現場の最前線で、農地を守る中心的な役割を担っていただいています。津市では86人の農地利用最適化推進委員さんが、集落に分け入ってですね、そして耕作の継続が難しくなった、そういう農地の出し手と、それから農地を任せてほしいとおっしゃる担い手農業者の意向をですね、詳細に把握して、そして実情に沿ったマッチングを行うと、こういうことをやっていただいているんですね。で、24人の農業委員さんもいらっしゃいます。で、農業委員さんとの連携のもとで、これまでですね、有給農地を解消した事例が次々と生まれてきたんですが、一方でですね、制度の問題点も指摘されるようになりました。どのような問題があるんでしょうか？はい、農業の担い手不足が深刻化する中でですね、有給農地を抱える農家の多くは、まずは農協さんに、相談を持ちかけると、こういうケースが多いんですよね。そうすると、農協を通じて委託先が見つかると、こういうことがあるんですが、そういう場合であってもですね、担い手側の事情によって耕作の質にですね、ばらつきが生ずるのは避けられないんですね。それは難しい問題ですね。実際に農地パトロールをこの最適化推進さんしておられるんですが、その農地パトロールの中で、そういう様子をですね、目にした富士水地区の農地利用最適化推進委員さんが、昨年の夏にですね、やはりこの地域の富士水の地域懇談会で、発言をなさったんですが、その発言が、非常に示唆に富む内容だったんですね。こういうふうにおっしゃったんですね。地区の推進員をやっていて、なかなか地元の農地の出し手と受け手の情報が十分に入ってこないと、
まあ、結局は農業関係機関の連携不足があるんじゃないかと、まあ、こういうふうに指摘されたんですね。でその上でですね、まあ、より良いマッチングを実現するためにもですね、農協のほかに農業委員とか自分たち農地利用最適化推進員、それから三重県津市という行政機関ですね、はもちろん関係する団体や機関がですね、一堂に会して話し合う、そういう場を設けてはどうかと、こういう話だったんですね。で、まあ、これ広いですからね、津市はね。ですから、まあ、そういう集まり、話し合う場を設けるとしても、まあ、地区単位になるだろうと、まあ、こういうことを見越してね、まあ、作成した議事録を共有してですね、他の地域がどういう問題を抱えているか、そしてそれをどのように解決しようとしているかと、こういうこともね、分かるようにしてほしいと、こんな提案だったんですね。その提案を受け止められたんですね。そうなんですね。10月末なんですが、津市はですね、農業関係者が組織の枠を超えて、まあ、地域の課題に向き合う場としてですね、まあ、令和版営農会議というのを発足をさせました。で、まあ、この会議なんですが、まあ、こんなふうにですね、実は12区域で会議を作ったんですね。まあ、総合支所の9つの単位、そして旧津市はですね、津北部、津中央、津南部とですね、まあ、3つ合わせて12ということになります。まあ、地域の農業資源をね、最大限に活用していこうと、まあ、そのように試みる熱い議論がね、まあ、すでにこの12区域で始まっています。農地利用最適化推進員の現場感覚から生まれたこの取り組みを全力で支援してまいります。テレビ版視聴コラム、今回は令和版営農会議指導をテーマにお送りしました。前橋町、ありがとうございました。ありがとうございました。